こんにちは。跳ねるの扉のゲームが Wii にあったので買いました。200円で。で、とんでもなくクソゲーらしいんで、まあやってみたいと思います。百聞は一見にしかずって言うじゃないですか。とりあえずいろんなところで、てかもうほぼ全てのサイトではクソゲーって書いてたんですけど、まあやってみなきゃね、クソゲーかどうかわからないし、まあ俺がやったら面白いのかもしれないから、とりあえずやっていきたいと思います。ちなみに跳ねるの扉っていう有名な番組があったんですよね。で、その中の一つのコーナーでギリギリスっていう体をめちゃくちゃ張るコーナーがあったんですよ。それのゲーム化作品っていう感じらしいです。ゲームスタートでやっていきましょうか。いや、ほんとね、Amazon で買ったんですけど、Amazon のレビューでもクソって書いてたし、あと俺よくゲームカタログウィキっていうサイトを見るんですけど、そこでもクソゲーって書いてましたね。うん、褒められるべきところが一切ないっていう。どっか一つは褒めてほしいけどね。逆に全部クソゲーって書かれてたから、いや、どんだけクソゲーなんだろうと思って、とりあえず一人でギリギリスかな。今軽く説明書を読んだんですけど、ミニゲーム数が合計3種類。3種類このたった3種類のミニゲームのうち、この3人が1つずつなんか得意分野があるらしい。だからとりあえずカジギリスで顔はい、とりあえずカジギリスでやっていきたいと思います。で、カジギリスが得意なのが、あ、飛び箱なのかな。飛び箱のギリギリス、ろうそく火消し、まあ、とりあえず一人一人得分野があるんだね。とりあえず飛び箱やってみよう。今俺ちょっと腕痛めてんだけど、説明書読んだっけな。そう、助走してウィールボコを縦に振って助走して、でジャンプするときは A ボタンをタイミングよく押して、で最終的にウィールボコを横に持ってタイミングよく振ると距離を伸ばせるらしい。なかなかむずくない？あ、お手本がある。これでここでは縦で振って縦で振って、でここタイミングよく A ボタンを右側に来るまで押して、タイミングよくってこれどうすりゃいいんだろう。うん、梶原さんあんまり似てなくない？あんまり似てなくない？1m50 が最低ラインで、どこまであんの？うわ、なかなか多くない？うわ、9m90。でも、まずと、一回練習でとりあえず 1m50 からやってもいいですか？これぐらいはいけるギリス。そう、ボイスはちゃんと本人なんだよね。俺的に一番似てるのさ、多分西野さんだと思うんだけど、西野さん、結構そっくりじゃない？他誰も似てなくない？カジギリス全然似てないでしょ。まずここ縦に振って、ここ縦に振って全力で振ってマックスマックスマックスきた。タイミングを越して、でこう、あ、まあまあそっか、 1m50 だもんね。これは別にそんなに本気でやんなくてもまあいけるよね。これ誰でも。これちょっと半分いこう、半分。 4m50 これ結構むずいんじゃないの？これお手本プロの時 4m50 だったもんね。本当に似てないな、顔。そのほくろ部分とか割と忠実なのはいいんだけど、顔、本当顔全然似てないんだけど。よし、ここは本気でいこう。4m50 なかなか難しいでしょ。お願いします。このお願いしますとかすごい懐かしいな。え、全然いかん。なんで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 切れんの？ここうまいうまい。いや、むずいむずい。死体みたいになっちゃった。ジョローグモみたいに出てくるよ、確か。あ、ジョローグモだ。ジョローグモっていうのは2回失敗したら、確かニンニク食いながら、出てきて、で、そのニンニク食った息を吹きかけられるみたいな罰ゲームがあるんだよね。多分それ、食ってる方が辛いと思うんだけど、生ニンニクだよ、だって。すげえ辛いから、生ニンニクって。ちょっと待って、2回目はちゃんとやんなきゃ。さっきなんでウィリモコの電池切れたんだろう。これ思いっきり振って、で振って右側、あーやばい、これいけるかな。なんでこんなにここむずいの？ここクソ難しいんだけど、A ボタン欲しいから横に持つの6つぐらい。わーきた。しかもニラだしすげえ、ここら辺ちゃんと忠実なのいいな。うわ懐かしい。アブちゃんだっけ。うわ懐かしい。うわ似てない、本当に西野さんの感情のない拍手。もう一回やりますね。とりあえずこのさっき失敗した 4m50 これをもう一回やりたい。なるほど、まあまあいけるギリス。これ飛ばせないんだよね。さっきのチュートリアルも全部飛ばせなかった。これ難しい。横持ちから難しい。もう A ボタンを押す下りからもう横に持った方がいいのかな。間に合わねえ。でタン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 っていうタイミングでやれば多分いける。お手本プレイ見てる限り。まずここはねマックスいける気する。ここだけはで、ここの時点でもう横に持つ。ここはいはいはい。おお来たああ、いけるかも。9m90cm。これいけるでしょ。なんか今の俺ならいける気がする。でもさ、この 9m90cm クリアしちゃえばもうこれ一生やることなくない？もう終わりなんだけど、このミニゲーム。あれ？これクリアしちゃったらもう、俺このミニゲームをもう完全クリアってことでいいんだよね。お願いします。よし、来た。これ、割と本気で体力使いますからね、ここだけ。はい、はい、はい、はい。無理だろう！これ無理だ！これは無理じゃない？多分捻挫するよって。もう一回そっかできんだ。ちょっと待って、これ腕マジでめちゃくちゃ痛いんだけど、ここ走るときマジで死ぬほど体力使うんだけど。似てな、ほんと。お願いします。うんうん、これ本当に腕めっちゃガチで踏んないと。ふっむずっむずっこれむずっうわ飛ばせねえ。これ飛ばせないの一番辛いんだけど。ラストチャンスやっていいですか？これでもう行かなかったらやめます。俺の腕が折れる。本気で今ちょっと腕が痛い。まずここが一番辛い。一番辛いけど、ここで頑張らなきゃ無理なんだ。100までいって、100まで。よし、来た。はいタンタン。いやめっちゃ減るもん。なんなんこれ、タイミングむずすぎないこれ見た今の。ほぼ全部一発で減ったよ。どのタイミングでやる？タンタンタン。お手本プレイのタイミングでやってるけど、ほんと難しいんだよな。てか横持ちにするタイミングがほんと難しすぎる。じゃあ次はこの板切り椅子を操作して、得意タイミングだから、このホッピングか。ホッピングやりたいと思います。跳び箱は、跳び箱って何ですか？跳び箱は分かりません。ギリギリスが着地するタイミングに合わせてウィリモコンフロー。いやこれが難しいんだよな、ぶっちゃけ。跳び箱と同じでしょ。タイミングがあと高く飛ぶよ。はい、ジャンプを2回続けて失敗するとバランスを崩すよ。左右にウィリモコンを傾けてゲーム内の矢印を成功ゾーンにキープしよう。クソむずくね。矢印がタイミングゲージの成功ゾーンに入るタイミングで A ボタンを押しながらウィリモコンをフロー。いやめっちゃこれ何これ何を言ってんの。板切りす似てなくない？似てるかな。ちょっと似てるけど、あこのタイミングか。でジャンプしてジャンプで崩すから、A ボタンを押しながらってことだよね。で最終的にそこに立てればいいんだっけ。A ボタン押しながら切り株にジャンプ。これ上の方にやればいいのかな。A ボタン押したらはいはいはい。むずっ。いや似てるな。板切り椅子めっちゃ似てるやん。でもさ、これまず一番短くても結構簡単にいけちゃうから、これ最高で何？あ 5m か。だったら 2m50 から始めようかな。どんだけ難しいんだろう。この時の顔全然似てなくね？なんか面白いなこの顔。顔面白いんだけど。いや一番似てるよな西野さん。よしやってみよう。とりあえずやってみよう。めっちゃそう。お願いします。地面についリモウィニコン振ってからスタート。はいはい。めっちゃ地面につくタイミングで振ると。やばい。はいはいはい。うまい。よし。ちょっと待って、これ難しいって。ギリギリス鬼むずいんだけど。これ全年齢版だよなこれ。お願いします。子供これクリアできる？死ぬほどむずいよこれ。はいはいはい、うまい。はい、うまい。はい。むずっ。はい。はい。はい。オッケー。はい。はい。はい、うまい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 。はい。はい。もう一回やろう。はい。はい。え？あ、いた。よかった。あ。いや、むずいよ、これ。いや、じゃあもう5メーター行こう。これはもう5メーター挑戦しなきゃね。男なら。これ無理だな。もう無理だなって言ってる。よーい。諦めんな。諦めたらダメだろ。イタギリス。これ無理だな。これ無理だなって言っちゃう。よし、行こう。はい。え？タイミング6つ。タイミング6つ。はい。はい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 おしよしよしよしはいはいいいよはいうまいはいはい届くかこれ6ついけるかこれ本当にあ無理だろこれ怪我するだろ6つこれいやその顔なんだようわよいギリギリス最後のあそこについちゃったしで赤いゲージあんまないとダメなのかなもう最高レベルに難しいんだけどはいはいうまいはいうま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 いよしこの状態でいこうこの状態のままいけばまともなやつがいけると思ううまいこれいけるうまいはいええええはいあれなんでいかないのあっちゃいちゃいちゃいおー来たわあやったあ楽しいこれ楽しい最終記録5mやった最高記録だもんねいや後ろやばくね感情ないやんああいやもう今のところ俺全然クソゲーいやまあゲーム数短いもうこれで最後だもんなぶっちゃけ言うとじゃあこれ最後ツカギリスでツカギリスやばくない鼻穴やばくないこんな鼻の大きかったっけツカギリスろうそく火消しのギリギリス鼻息でやんのかな口鼻息無理だよ息を吸い込むウィルムコ回して息を思いっきり吸う回すってこういう風に回すのかはい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 パワーゲージがなくなるまでウィルムコをうちわのように上下に振ろう息を吹きかけてろうそくの火を吹き消すんだはいえこれでも簡単じゃない顔顔やばこれブレスやんもうすっげえこれお手本で300本か多分ねお手本はいけるはずなんだよお手本だけでもこれからならいけんじゃないいや鼻穴よ鼻穴どうなんてねその始まる前の困った顔なんだ300本のろうそくを一息で吹き消せるかいや300本も価値じゃねえかよろうそく待って俺ストラップしてね俺小学校の頃ウィリモコ投げて時計ぶっ壊したことあるんですよだからちゃんとストラップしようこれで回してどっち回しだっけどっちもいいんだよねあ違う逆やんなんでこっち方向に回すの時計回りなんだけど手首6つちょっと待って顔えこっち逆時計回りダメなの普通と逆時計回りの方やりやすくないなんでこっち側に回さなきゃいけないんだろうクソ難しいんだけどこっちに回すの全然回れないこうかしこるときみたいにいかんいや全然いかんで上下に振る全然ダメや全然無理や一回100本で練習してコツをつかみました多分いけると思う300本顔なんかちょっと悲しそうな顔すんだろ始まる前よし一番面白い顔してるなまずこれで回してよしこれはコツ掴んだからこれであと上下に振るうちわみたいにはい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 簡単オッ危ねえ、危ねえ、えギリギリやん。いや、鼻穴のでかさやばない？本当にとんでもないことなんてない？え、これ最高何本？いや、300本いったら500本か。え、でも500本半分もいってないもんね。600本だったらあ、終わったと思ったけど。いや、もうやる気だけはすごいな。板倉さん無理だろっつってクリアしたからな。板倉さん一番半端なくね？いや、音よ音よ。いや、音が甘いだろこれ。こんなん消せねえだろ普通。よし、行こう、本気で行こう。回して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 、いけ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 。いや、あんま行かないぞ。いや、あんま行かない。なんで？むずいむずい。顔燃えるって。顔燃えるって。なんでだろう。さっき100まで行ったんだよな。この回し方がね独特なんだよね。今乳首をこねくり回すような動きで、乳首がね、乳首をこう、乳首でこうやって、乳首でやって、よし、来た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 で振る。いや、めちゃくちゃ減るやん一気に。いけ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 。つかしつかし。難しいこれ、難しい。ごめん、つかしつかぎりす。つかぎりす、ごめん。うわ、マジで腕いった。あんな頑張ったのに。いや、でも300本。いや、悔しい悔しい。もう一回やりたいな。いや、でもこれじゃあ飛び箱もう一回やりたい。飛び箱もう一回やっていいですか？最後リベンジで飛び箱やっていいですか？やったるでカジギリス。本気でいくで。腕検証になりそうやわし。カジギリス頼んだ。よし、これマジでいこう。これね、頑張ればいけると思うんだよな俺。もう一回失敗してるんですけど、いけると思う。いける。頼むぞカジギリス。お前ならいける。カジギリス頼んだぞ。お願いします。で無理